皆さんこんにちは、賃貸のまさきの内田です。本日は木津川市城山台にございますロイヤルショットをご紹介いたします。それでは早速中をご案内させていただきます。こちらです。はい、それでは中をご紹介させていただきます。まずキッチンの方からご紹介させていただきます。こちらが広々としたカウンターキッチンとなっております。こちらの方はですね、このように2口のガスコンロがビルトインされているシステムキッチンとなっております。こちらですね、調理するスペースも十分にございますし、上下にしっかりと収納の方もございます。レンジフードもですね、かなり大きなものがついてますので、お料理中の換気に困ることはございません。そしてカウンターキッチンなんですけど、この後ろのスペースですね、冷蔵庫など置いていただくスペースも十分確保されております。それではダイニングとリビングのスペースです。はい、こちらがダイニングとリビングのスペースとなっております。まあ、こちらはですね、1DK のお部屋となっておりますので、こちらにですね、ダイニングテーブルというよりもこたつなど置いていただいてですね、リビングとそしてダイニングのスペースを兼用するという形になっております。そしてこちらのお部屋ですね、このようにちょっと広めの専用庭がついてますので、物を置いていただいたりするのにもいいんじゃないでしょうか。そしてこちらリビングの方には一つエアコンがついております。それでは横の様子をご紹介させていただきます。はい、こちらが、隣の洋室となっております。こちら、もう本当に寝室として使っていただける、広々とした洋室となっております。このようにですね、収納の方も、結構高さ、幅、奥行きしっかりとあるものがついておりますので、長いコートなどもしっかりとかけていただくことができます。それでは水回りをご紹介させていただきます。その前にこちらのお部屋、モニター付きインターホンがついていますので、女性の一人暮らしも安心です。それではどうぞ。まずこちら、開けていただくと洗面所となっております。人気のシャンプードレッサーもちろん設備されております。その横には室内の洗濯機置き場となっております。そしてお風呂となっております。お風呂もですね、このようにちょっと木目調やったりしておしゃれなお風呂です。もちろん設備の方も浴室乾燥機ついておりますので、しっかりと換気の方も、行っていただけます。それでは玄関のご紹介をさせていただきます。の前にお風呂で、お手洗いですね。お手洗いもこのように結構広くて、窓もしっかりとある結構豪華なタイプとなっております。そして玄関の横にはまだまだ収納があります。はい、下駄箱もしっかりとこのように上下にございます。はい、それではお部屋のご紹介の方は終了させていただきます。気になる条件等は奈良のもてなし、奈良心、賃貸のまさきのホームページをご参照ください。はい、そんな感じで本日は木津川市城山台ロイヤルシャトーのご紹介でした。また見てね。